古馬最高峰レースといえばこのレース、 3200m の長距離最強決定戦、伝統と格式の盾を抱くのはどの馬か。スタートしました。5頭ほぼ揃いました。まずは先行争い、2番インパストミュすっと前に持ち出しました。4番スタシェリタ先頭に入れ替わります。5番ディーユグレーブ後位につけています。1馬身相手3番ドリーマーアーマン、遅れて最後方1番ライスシャワー、長い旅路を行く5頭、先頭から最後方まで9馬身、先頭代わってスタシェリタ、後ろに2番インパストミュー、5番ディーユグレーブ後位をキープ、少し差が開いて3番ドリーマーアーマン、1番ライスシャワー差が開いて最後方、先頭は変わらずスタシェリタ、後ろに2番インパストミュー、5番ディーユグレーブ後位をキープ、少し差が開いて3番ドリーマーアーマン。 1000m の通過タイムは1分2秒2。正面スタンド前は大歓声。遅れて最後方1番ライスシャワー、先頭は依然スタシェリタ、後ろに2番インパストミュー、5番ディーユグレーブ後位をキープ、少し差が開いて3番ドリーマーアーマン。各馬1コーナーを目指します。離されて最後方1番ライスシャワー、先頭は変わらずスタシェリタ、後ろに2番インパストミュー、5番ディーユグレーブ後位をキープ、少し差が開いて3番ドリーマーアーマン。遅れて最後方1番ライスシャワー、2コーナーを抜けて向こう正面、先頭は依然スタシェリタ、後ろに2番インパストミュー、5番ディーユグレーブ後位をキープ、少し差が開いて3番ドリーマーアーマン。遅れて最後方1番ライスシャワー、5頭淀の坂に押し寄せていきます。先頭は変わらずスタシェリタ、後ろに2番インパストミュー、5番ディーユグレーブ後位をキープ、少し差が開いて3番ドリーマーアーマン。各馬第3コーナーをカーブしていきます。1番ライスシャワー差が開いて最後方、先頭は変わらずスタシェリタ、後ろに2番インパストミュー、5番ディーユグレーブ後位につけました。少し差が開いて3番ドリーマーアーマン。4コーナーカーブから直線に向きます。スタシェリタどうか、400を切って先頭スタシェリタ、そしてインパストミュー、先頭はスタシェリタ、インパストミュー差を詰める。ここで先頭が変わった。あと200、ディーユグレーブいい足で伸びてきた、逃げる逃げるディーユグレーブ、ライスシャワー追い込んでくる、ディーユグレーブ粘る、ディーユグレーブ先頭で合流。勝ったのはディーユグレーブ、鞍上は海老名正義騎手。